150メートル東標的は今頃天国だ。 全員出発だ。 25メートル 東の方角。 了解、問題なしだ。 対戦車兵だ。 100 RPG 部隊が西の屋上にいる。 始末しろ。 RPG をやったぞ。 始末した。 脅威を排除。 了解。 よし、移動するぞ。 ここがオレたちにとってアウェイルということを忘れるな。シノリは奴らにある。もし待ち伏せされたらノックスのルール第7条を思い出せ。判断に迷ったら撤退しろ。必要な時は煙幕を張って敵の目をくらますんだ。脅威を排除。倒したぞ。リロード中。こちらアルファ、敵だ。ライフル兵だ。100メートル東の方角。標的を排除した。 スナイパーだ。 25メートル 東の方角。 了解、手を尽くす。
こちらアルファ。ライフル兵だ。100メートル東の方角、両敵を排除した。制圧射撃中。敵と接触。ライフル兵だ。100メートル北東の方角、標的を。ライフル兵だ。100メートル北東の方角、仕留めたぞ。銃撃を受けている。敵は戦死した。こちらチャーリー、標的を攻撃している。片付けだ。こちらアルファ、銃撃を受けている。ライフル兵だ。25メートル北東の方角。こちらチャーリー、制圧射撃中。倒したぞ。ライフル兵だ。50メートル東の方角、敵は戦死した。ライフル兵だ。全て完了しました。海兵隊諸君、見事だったぞ。今度は車列を移動させる。合流地点で待っていてくれ。油断するんじゃないぞ。奴らはダニのようにいきなり噛みついてくるからな。東にいる海兵隊を支援するために味方の攻撃ヘリが向かっている。橋を渡る間、あのヘリが空から見張ってくれる。あそこでは俺たちも無防備になるが、敵だってコブラを恐れて飛び出しては来ないはずだ。標的を確認してくれ。了解、手を尽くす。サーウィンの出発するぞ。ブラボー、お前らは俺と一緒に乗れ。アウトロー2-1、こちらバルキリー2-4、作戦区域の上空を展開している。援護は任せてくれ。了解、バルキリー2-4、支援に感謝する。銃撃され、全員急いで乗れ。後ろは準備 OK。 急げアルファ、時間がないぞ。全員乗車しろ。了解。よし、これで全員だ。出るぞ。任務に向かう時間だ。いい一日を。護衛に感謝する。マルキリー2-4。伊藤軍曹、任務はヘリに任せて、俺たちは休んじゃダメですか。俺に殺されないか。そうしたらいくらでも休めるぞ。東にいる海兵隊員には俺たち以上に援護が必要なんだ。さあ、面白くなるぞ。場所が違うだけでやることは一緒だが、今回は車列を村に残していくぞ。アルファ、見張りをしてくれ。車列に近づく奴には鉛玉をお見舞いしてやるんだ。分かったな、ブラボー。一帯の中心部を突破しろ。障害は全て破壊して突き進むんだ。いいな、アルファが援護に来てくれたが、お前たちもうまくやるんだぞ。さあ行け。こっち。ライフル兵だ。100メートル東。お前たちが最後の砦だ。誰もここを通すなよ。奴らが車列を破壊するのを防ぐんだ。標的を無力化。集団に物を言わせている。全員燃やしてやれ。ライフル兵だよっ。全員身を隠して待機しろ。側面攻撃への注意を怠るな。幹線道路にいると建物から出てきた時に包囲されるぞ。スナイパーだ。100メートル東の方角、標的は今頃天国だ。奴らの横につく。敵と接触。スナイパーだ。100メートル東の方角、仕留めたぞ。チャーリー、とにかく急いで村の端まで行くんだ。ブラボー、チャーリーがそっちに向かっている。援護射撃ができそうな位置を探してくれ。ライフル兵だ。150メートル北東の方角、今頃天国だ。こちらチャーリー、敵だ。排除した。標的は今頃天国だ。
こちらチャーリー、制圧射撃を加えている。人影を発見。150メートル、南の方角。ライフル兵だ。150メートル、南東の方角。敵だ。ライフル兵だ。150メートル、南の方角。標的を排除した。排除した。ライフル兵だ。150メートル、南の方角。無力化した。何か見えたぞ。150メートル、南の方角。排除した。敵だ。ライフル兵だ。チャーリー、泥棒のお前らの血を拭ってくれたブラボーに感謝しろよ。安全を確保。よくやったな。だがまだ終わったわけじゃない。車列を待って、それに乗り込め。この調子で行けば、すぐに出発できるはずだ。マガジン交換。ああ。全員集合。了解、任せろ。了解、手を尽くせ。よし、みんな乗車しろ。全員みんな乗車しろ。全員乗車しろ。了解、仕留める。全員揃ってるぞ。移動中。お前たちを待っているんだぞ、ブラボー、チャーリー。戦争に参加したいと思っている人間もいるんだからな。クソ野郎どもを排除しに行けるように早くハンビーに乗れ。よし、準備完了だ。アウトロー2案、無人偵察機プレデターがそちらに向かう2台の未確認車両を捕捉している。高速で移動する2台の白いトラックだ。敵の可能性もある。了解した。通信を終える。みんなよく聞け。新たな優先任務だ。プレデターが東の道路を走っている怪しい車両を捉えた。面倒なことにその道と俺たちが走っている道とがこの先1キロ南東で合流する。それがドライブを楽しんでいる民間人なのか、俺たちにデスレースを挑もうとしている敵なのか、全くわからない。こいつらの素性を判断しに武装警察部隊が向かっているが、どちらにしてもこの車列を脅威にさらすわけにはいかない。前方作戦基地バイパーに仲間たちにこの補給物資を何としても届けるんだ。こちらはビジランテ23だ。位置についた。そっちの車列はまだ確認できない。どうぞ。了解した。向こうの車両を確認したら人数や位置などを報告してくれ。よし、この先の合流点で所定の位置に着くぞ。この車列から目を離すなよ。この車列を狙っているクソ野郎どもは他にもいるはずだ。分かってるぞ。あのタジキスタンの連中は銃を持っている。敵で間違いない。50口径機銃を積んだ2台の車両に男が数人ずつ乗っている。あと1分ほどでそっちに行くぞ。戦闘準備をしろ。よし、俺たちの出番だ。自分の判断で撃っていいぞ。奴らを絶対に車列に近づけるな。絶対だぞ。トラックを停止させようが運転手を狙撃しようが構わん。とにかくあのクソ野郎どもを通過させるな。
ちらチャーリー、敵だ。すみません。敵と接触。ライフル兵だ。100メートル東の方角。標的を排除した。お前たちが面倒を見てたみたいだな。他の車列が移動するまで少し待て。こちらアウトロー2-1、抵抗勢力の車両は排除された。こちらの車列は無事で移動中だ。アウトロー2-1、了解した。よし、ようやく前に出たぞ。さらに前進して次の道路沿いの一帯が見渡せる位置を確保しろ。奴らは俺たちを待ち構えているはずだ。敵の銃弾から逃げ回るのではなく、こちらから仕掛けていくぞ。移動するぞ。作戦基地バイパーはここから2キロしか離れていない。抵抗勢力はそこをひっきりなしに攻撃してきた。俺たちがここを通過していくのを見たら、奴らはそれこそ撃ちまくってくるぞ。静か、警戒しろ。見張られているぞ。やめてくださいよ。二等軍曹が静かだって言うたびに銃撃を受けているんです。どうしてなんですかね。ここで喋ってるバカはお前だけだからさ、少しは黙ってろ。人がアルファ、左側、そこの木々の後ろから援護射撃を頼む。行け、ブラボー。すぐに厳しい状況になるぞ。左側、道路の横を前進しろ。3時方向、道路の右はチャーリーが援護する。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。無理だブラボー、現在のところ支援を送ることはできない。行きな、ライフル兵だ。150メートル、南の方角。こちらチャーリー、攻撃を受けている。スナイパーだ。150。あの RPG は破壊した。仕留めたぞ。 RPG をやったぞ。うわっ。こちらアルファ、敵だ。標的をやったぞ。ライフル兵だ。100メートル東の方角。リロード中。ライフル兵だ。25メートル南の方角。仕留めたぞ。リロード中。一帯は確保した。よくやった。車列は移動している。後ろから来るのが見えたらすぐに先に進んでくれ。正面には森林地帯がある。敵がいる可能性が高いから目を離すな。車列を視認した。出発するぞ。常に車列よりも先に進め。行かれた敵がバカみたいに飛び出してきた時以外は止まるんじゃないぞ。森林地帯を進む間、車列はこの辺りで待機する。標的は今頃天国だ。敵だ。ライフル兵だ。100メートル東の方角。異常ないな。ではこのロビンフッドの森を進んで、その一帯の手前まで行くとしよう。
友軍だぞ。ブラボー、お前たちは前進しろ。東の一帯に行って下を見渡せる場所を確保しろ。アルファ、チャーリー、あいつらの援護だ。あの一帯の安全を確保しろ。全員急いで進め。 150m 東の方角、すぐに向かう。ライフル兵だ。 100m 東の方角。こちらチャーリー、敵だ。排除した。前を通る。撃った。ライフル兵だ。 100m 東の方角、脅威を排除。こちらアルファ、敵と接触。標的を無力化。あれは敵かもしれない。150m 南東の方角。ライフルエイダー、100m 南東の方角。脅威を排除。こちらチャーリー、敵が撃ってきたぞ。バオンマオケハムラクネット。攻撃を受けている。戦況が悪化している。仕方やめ、友軍だ。こちら総統、衛星兵、処置を頼む。立ち止まるぞ。車列は3匹まで行くことになっている。小型武器での攻撃なら彼らも対処できる。車列が大型武器で攻撃されないよう先に進んで脅威を排除していくぞ。標的を確認してくれ。ああ、火のそばの中腹に RPG 部隊を発見。何かあるぞ。 100m 東の方角。あの RPG 兵か。あの余域だ。 RPG の脅威は排除した。道路沿いの建物に隠れながら進め。奴らがまた吸収してきたら遮蔽物が必要だぞ。マガジン交換。何かあるぞ。よし、峡谷の尾根で村を確保するぞ。人影があるぞ。250m北東の方角。スナイパーだ。200m東の方角。スナイパーだ。200m北東の方角。ライフル兵だ。150m北の方角。片付けだ。こちらチャーリー。スナイパーだ。200m北東の方角。標的を沈黙させた。リロード中。標的を沈黙させた。標的を沈黙させた。よし、ここが防御線だ。しっかり固めていけ。俺たち学生ロードもここで食い止めれば車列は安全に移動できる。俺がいいというまで守り続けるんだ。両側面を警戒しろ。 RPG を持った敵が一人でもいれば俺たちの任務は台無しになるぞ。敵らしき人影だ。 250m 北東の方角。標的を無力化。人影があるぞ。 150m 北の方角。敵兵と接触。歩兵部隊と交戦する。標的は今頃天国だ。リロード。スナイパーだ。150m 北の方角。
前方作戦基地バイパーで火力支援用の迫撃砲部隊が待機している。座標と合図をくれ。いいな。了解した。通信を終える。バイパーが火力支援をしてくれるぞ。迫撃砲の準備はできている。砲弾数に限りはあるが利用しない手はない。ブラボー、砲弾の目を要請しろ。こちらアウトロー2-1。車列は山腹を順調に移動している。彼らが中腹まで安全に進めるようになるまで俺たちはここに留まる。了解した。アウトロー2-1。頼むぞ。キャッ、スナイパーだ。150m北の方角。ライフル兵だ。200m北の方角。気をつけろ、 RPG 部隊だ。あの RPG は破壊した。 RPG をやったぞ。敵は戦死した。こちらチャーリー、制圧射撃を。ライフル兵だ。 150m 東の方角、片付けだ。敵は戦死した。標的を沈黙させた。こちらチャーリー、銃撃を受けている。リロード。標的を破壊した。マガジン交換。全員建物に誰も近づけるな。放っておけば治るさ。こちらソート、衛星兵。助けてくれ。発砲するな。あれは敵じゃない。撃つな。あれは仲間だぞ。気をつけろ、あれは友軍だ。見た目は悪いがこれで大丈夫だ。こちらアルファ、銃撃を受けて。基地に戻るまでは持つはずだ。魔法が使えるとは言ってないぞ。撃たれた。仕留めたぞ。リロード中。車列が登ってきている。他の修復まで行ってあの小さな建物から抵抗勢力を排除しなければ。ブラボー、あそこから守れ。アルファ、ブラボーがいた位置に行って防御線を移動させるんだ。了解。防御線を山腹まで移動させることに成功した。車列の移動を再開する。了解した。アウトロース1、自分たちの防御も忘れるなよ。リロード。人影を発見。150m北東の方角。スナイパーだ。50m北東の方角。こちらチャーリー。何か見えたぞ。100m北東の方角。標的を無力。 RPG をやったぞ。無力。ライフル兵だ。 150m。 気をつけろ、 RPG 部隊だ。こちら人影を発見。 100m 北東の方角。スナイパーだ。 150m 北の方角。何か見えたぞ。 150m 北の方角。標的を無力か。奴にとってはゲームオーバー。こちらアウトロー2-1。山腹付近の小さな一帯に着いた。ここにとどまり、できるだけ早く防御線をここまで動かす。了解した。アウトロー2-1。車列がダムを横断するまでの間、安全を確保してくれ。向こう側にたどり着きさえすればもう安心だからな。了解。早速取り掛かります。そうだ、もう少しだぞ。素早く動け。ブラボー、次の一帯まで防御線を北に押し上げろ。景色を楽しんでいる暇はないぞ。アルファ、ブラボーの位置へ移動しろ。こちらチャーリー、敵だ。人影を発見。150m北東の方角。標的を排除した。敵の射程。スナイパーだ。100m北東の方角。無力化した。
人影があるぞ。戦闘がこれほどよく見渡せることはないぞ。迫撃砲を要請して奴らを始末しろ。海兵隊流離の敵だ。ライフル兵だ。150メートル北の方角。こちらチャーリー、激しい襲撃を受けている。敵人影を発見。100メートル北東の方角。排除した。ライフル兵だ。75メートル東の方角。こちらアルファ、敵と接触。スナイパーだ。75メートル東の方角。仕留めたぞ。あれで最後のようですね。作戦完了だ。ブラボーは気合の入った殺し屋どもだぞ。俺の分隊に本物の海兵隊員がいたとはね。今の攻撃はなかなかのものだったぞ。だがプリマドンナが歌えばで、オペラは終わりじゃないぞ。言いたいことはわかるか。まだ戦闘は終わってないってことだ。車両に乗れ。車列と共に基地に戻るぞ。たわごとはいいからどうしたいか言ってくれ。了解。敵と接触。銃撃されている。こっちで手を貸してくれ。全員ここに来い。了解。行こう行こう。チャーリー、どうしてまだ車に乗っていない。駆け足だ。アウトローアクシャルへ。こちらアウトロー通話。前方作戦基地バイパーに向かう。2分後に到着する。アウトロー通話へ。こちらアウトローアクシャル。ビジランテの話では、抵抗勢力はダムから退却しており、プロフェットによれば彼らは混乱しているそうだ。今日はよくやった。アウトロー、今日は悪くなかったぞ。根性とやる気を見せてくれたな。今後も俺の言うことをよく聞いて、10か条のルールを守れ。自動追尾機能とレーザー照準を揃えた完璧な殺人マシーンになれるぞ。第1条は簡単だ。絶対に撃たれるな。姿を見せるな。班から離れず、開けた場所を避けろ。お前らが人間の原始的な生存本能をどれほど強く発揮したとしても、俺は驚かないぞ。二等軍曹、中国人たちの情報はありますか？潜入している兵長によれば、彼らも遅れてパーティーに参加するということですか？うるさい！俺に情報が来たら、その時に教えてやる。誰が攻撃してこようが知ったことか。人民解放軍がタジキスタン人を攻撃したいならさっさと行け。だがこっちに正しくしてくれるような利用者はしない。前線が3つあろうが何だろうが、俺たちは太平洋戦争ではバターをワイドサーブで切るようにたやすく勝利した。石のナイフを熊の皮を混ぜたエヴァン人だと倒した。中国人の我々の敵じゃない。うらルール第8条だ。制圧射撃は休まず行え。確かに一人の敵には一発で十分だが、敵をおとなしくさせるには制圧射撃だ。兵器艦銃があればそれを使え。近くから撃てば敵は立ち上がれなくなる。制圧射撃を続けながら側面に回り込んで始末するんだ。制圧射撃側面移動を仕留める。分かったな。しかし残念だな。ここは本当に美しい国だ。まるで綺麗な異星人の世界がどこかみたいだ。ここはアバターの世界じゃない。お前らだって青い尻尾はないし、こちらでもないだろう。戦闘に集中しろ。他は忘れてもこれだけは忘れるな。ルール第9条だ。命令を守れ。俺に言われたことを言われた時にやれ。その命令を他の味方にも伝えろ。迅速な情報伝達が肝心だ。命令が伝わらなければアウトロー部隊は機能しなくなる。もしそうなれば俺は送るぞ。俺を送らせたくないだろう。第7条だ。判断に迷ったら撤退しろ。敵に発見された時にただ立っていたりするな。戦術的に決断し別の地点に移動して反撃するんだ。煙幕を持っていたら使え。ちゃんと考えて生き残るんだ。うわ、どの建物にも、どの遮蔽物にも敵が隠れていると疑ってかかれ。いいな。 100% 安全と分かるまで決して油断するな。
前方作戦基地バイパーへようこそ。これから数日、ここがスリカになる。湖の水は地元住民の飲料水になる。用は足すなよ。